一つなんか今話聞いてまして、その例えばなんか高橋さんが先ほど志っていう言葉出たじゃないですか、うん、志って10になんか1で自分が1で10人いて、それを心で自分がみんなの仲間だみたいな感じで支えるみたいなことをちょっと言われたことあるんですけど、志って一人でも持てるんですか、うん、どう思います？僕は人と何やったっけな人を巻き込ん で人を喜ばすためにこうしたいっていうことが志であって、はい、自分一人のためっていうのはこれは野心だという言葉を聞いたことがあって、まあなるほどなぐらいに思っとったんですけど、野心はじゃあ持っちゃいけないってことですか？いや、いいんじゃないですか。で、それが志に変わる時があったりもするでしょうし、はい、それはまあ志に関してはこれはやっぱりその組織のトップが持つべきものだと俺は思ってて、はい、やっぱり志高くなんか平社員がいるっていうのはなんか俺やめイメージですかね、つかないですね。やっぱ志の一つ、僕素朴な疑問なんですけど、うん、志と理念ってあるじゃないですか、うん、お客様に対してこんなことをしたいみたいな、うん、うちの会社こうだ、うん、お店はこんなことをしたいっていうのっていうのは同じなんですか？ちょっとニュアンスが違うんだけど、はい、俺が定義している志っていうのは、はい、認証が高いっていうこと。認証、認証、ただ一認証、例えば君とか、はい、君のためにやるよっていうのもあれば、はい、家族のためにやっていくとか、はい、例えばそれが地域のためにとか、はい、会社のためにとか、はい、その認証ってその物事のコミュニティがやっぱ大きくなっていくわけで、その大きくなっていくことに対してその認証が上がっていくことを、はい、もう俺はそれを人格だというふうに聞いたことあるんですよ。あ、はい、目標を立てる、これが俺は世の中の万人のためになっていく、その認証が高いもののためになっていくっていうことがどっちかというと志のような気がしてるけどね。でそこにさ、例えば理念とか、その理念ってやっぱあり方だと俺は思ってて、あり方です、あり方だと思うので、ね、だからまあそれをまあきちんと落とし込んでいくものだと思ってるから、やっぱり理念っていうのはどっちかというと外側に向かっていくもの、まあ志も同じかもしれないけど、その外側に対して向かって訴えかけていくものよりもどっちかというと内に対して言っていくもののような気がする。でそこに対してモチベーションが高いとか、さっきも言ってたけどそのテンションが高いとか、例えば、なんだろう、そのプロ意識だとか、そういうなんかその野心とか、はい、そういったものが自分の組織の中で醸成されていくっていう。でもさ、組織って誰かが作った枠でしかないわけよ。自分、誰かが作った枠の中で自分がなんか踊っていこうとしていけば、それは絶対誰かの手のひらの上に乗ってるわけで、褒められるっていうことは何かの意図があって褒められて、何かの思いがあって、上の上層部の思いがあって何か育てようとされてる。だからその組織に入った以上はそこの組織の中で野心を持って上に上がっていくっていうところに対してはその人間は持っていっていいと思うんだけど、でもトップはその野心を使ってでも何でもとにかく自分の目的としている社会正義っていうものを実現したいっていうふうに思っていることだから、そこに関してはやっぱ僕は志だと思う。もう手段選ばない志なんて、もう何も全てクリーンで聖人君子でいていいっていう、もう言わない、自分がどんなに汚れていこうが何だろうが、とにかくその志というものを貫通させるんだと、まあ、そういうものだと思うんだよね。なんか社会貢献っていう言葉が乱用されてる感じがして、うんうんうん、ちょっと薄っぺらく感じちゃうんですけど、うんうん、でもその社会貢献を考える中にその志が仕上がってくるというか、うん、まとまってくるというか、なんかその単純化すればさ、綺麗なことで収ま、綺麗な言葉で収まるのよ。外食産業を通じて人々を幸せにしたいっていうのが、例えばその公の志だとしても、ものすごくシンプルに全部入れ込むとそういう究極の形になっちゃうんだけど、それって例えばお前が言うようにそのここなんかちょっと綺麗事みたいな、うん、そこ生々しさがないっていうのは、なんかこうそのさ、生々しさっていうのは、うん、例えば社会正義に対して、はい、社会に対して、仕組みに対して例えば怒りがあったり、はい、今のその風潮に対して怒りがあったりっていう、だからそれはロックなんだよね、やっぱり長い時にやってるその訴えかけていくっていうのはやっぱロックで、やっぱりみんな それなりの怒りがある、うん、でもその怒りの正体がよく分かんなくて、本当はモヤモヤしてて、
それが発散できない、うん、でも自分はもっと大きなことができると思ってる、うん、だから世界のためにとか地球のためにとか、うん、俺何のために生まれたんだと、俺は殺すために生まれた、自分の命の天秤にあるもの、天秤の向こう側にあるものが大きければ大きいほど自分の価値は上がっていくわけだから、はい、だから綺麗事の世の中がそのはびこってるって言ってるのは、綺麗事がはびこってるって言ってるのは、そのここに綺麗にあろうとしてる人たち、ここに自分の命の価値がもっと高いものだっていうふうになんとなく潜在的に思ってる人たちが、ここの対極に置いてるものを大きく綺麗なものにしちゃってる、そういう構図なんだろうなって俺は思うのよ。なんかでも本当はそれ大事なんだよ、本当はそれ大事なんだけど、でもそこには生々しさがないわけよ。生々しさってさ、ちょっとリアルじゃん、リアルっていうか、なんていうか本当にさ、あのなんか知り合いあたりで一生懸命なんかもうテロリストに拉致されてきてるおっさんがさ、もうあの、いや世界平和ってこういうもんだと思いますっていうことよりも、いやシリアの紛争に関してはこう思うんですって言ってる方が生々しいと思うし、構造上の問題ですよこれとか言ってることだって。じゃあ女性騙してお金儲けしようなんて考えでやってる人間もいますと、でそれがクソや言われるのはしょうがないと。でも女性騙して金儲けしようって言って入ってくるやつがおるんですよね。そもそもそれ作ったん誰やねんっていうところから、僕は社会に対しての怒りというか、なんかあの言ったら教職者とか、そのまあホストじゃない、なんか正しい職業が何なのかは分かんないですけど、その職業の人たちがホストっていう職業をどうのこうの言うとな。でもここで変わっていくやつがおんねんぞ、それ知ってるかと、うん、あのそもそもは女性騙して金儲けしよういうやつが、そんなんじゃあかんなと、ほんまのかっこいい男ってこうじゃないと、ここで磨かれていって本当に変わっていくやつを見てきた中で、でもやっぱ一括りであのホストなんてと、うん、いやいやこの前から変えなあかんやんけと、でこの前から変えなあかんとか、僕がそれ作ったんお前らやろ言うてブーブー文句言うててもどないもならんなと、うん、なら僕がじゃあ今ホスト業界で、まあ、一応教育っていうところに携わらせてもらいながら、まあ、自分自身もまだまだ成長していかなあかん、磨いていかなあかんっていう中で、でも今までやってこれたこと、できてきたことっていうのもあって、人が変わっていく、成長していくっていうのを見てきたんで、うん、これがこのこれ以前言ったらもう子供が育っていく中ですごく大事なもんがあるなって、僕がホスト業界で気づいてきたこと、これもっと早く小学校中学校家庭の中でとかで気づいていけれるような日本というか、そういったもんがあればもっともっと日本って素晴らしいもんになるんじゃないか。伝え方と表現の仕方だと思う。やっぱあの成功法でみんな行きたがるけどさ、なかなか成功法では通らん時もあるから、なんかこうホストが小学生に教える、ヤクザがじゃあ小学生に教えるって言ってなると、まあ同義語だと思う、政治家が言いますみたいな世界じゃない。だからやっぱその世界観の違いで、ホストの世界、それはお前愛してるから、だからそのホストっていうものを卑下したくないっていう思いはみんなとにかくあるんだけど、全員が持ってるけれども、社会でそれが通用するかしないかっていうと、まだ通用しない、それを通用できるように、どうにかそのパワーとして持っていきたいっていう思いは、もう地道に諦めずにやり続けていくことだと思うんだけど、それと本質論は何かっていうと、お前はやっぱりその自分でホストっていうものが正しい、でこれはそんなお前らが思ってるような商売じゃないっていうことを伝えたいのか、本当はその土壌、その以前の土壌を醸成していく、この空気がダメで、この土壌を改善していくために僕が何かできることがあれば訴えたいって言ってることなのかっていうことの、その二元論が今お前の中で一つになっちゃってるから、だからそれをホストは、まあホストがどうであれ、それがヤクザであろうが、なるや半グレだろうが何だろうが、それがどうであれ、実は世の中に対して訴えたいことっていうのはこういうことなんですっていうことであるのか、俺はこういうこと言ってるホストです、何か文句あるんですかって言いたいの、それ二元論っていう、二つこう並走しちゃってる、ね、それは良くないことなんですか。いや、なんかいいか悪いかで違う、たくさんの人たちがいる中では、いいか悪いかで誘導していくのは、まあセオリーっていう言っちゃセオリーなんだけど、本当はもう少し思考をさ、深くしていくべきだと俺は思ってて、不倫ってやだとか不倫ってダメですみたいなこと言ってるような人たちって、本当は自分が不倫したかったりするような人たちもたくさんいて、だけどそれをできないから、まあそれだから二
ラストレーションで、まあ、モラルというものでダメですダメですって言ってる。だけど人間の本質の部分っていうのはそこじゃないやんっていうのは分かってるやん、分かってる、で分かってるんだけど、それを業として見るの、人の、ね、愚かな業として見るのか、それとも今の最新のね西洋のキリスト教で何か言われてるような価値観が今俺たちに対して当てはめられようとしているっていうレジスタンスで頑張ってる、頑張るのか、それともイスラム教を見てみろみたいなことで言っちゃうのか、それとも別に女性じゃなくてもいいじゃんっていう側でいるのか、一つのことの恋愛を言ったところでものすごい数の意見が出てくるわけよ。だからそういうそのそれをたくさんの人でいいか悪いかイエスはノーでやるのが二元論っていうことで、そうなんですね、うん、だからそれはそのなんか怒りにかまけて怒りっていうものがエネルギーで、それは社会に対する問題を解決する力があるから怒りはあるいいんだけど、でもなんかそれをさ憎しみとかそこに持っていくのはちょっと俺は違うと思う。例えば安倍政治を許さないみたいな、いいよ別に許さない、許さないけど何をってなるの、君たちはどうなのっていうさ、その一つ一つのなんかこう価値観に対してもう鼻からパターン、戦争嫌いみたいな、自衛隊反対みたいな、うん、政治の話になるともう止まんなくなる、はい、そういうことじゃないでしょっていう、本当にリアルなことで言えばだ、生々しさがある、あもう少し思考を深く深く、うん、じゃあここにホワイを繰り返していく、深く深く繰り返していくっていう作業をやってない人たち、うん、そこに生々しさのなさっていう、二元論って今言われたじゃないですか、二元論高橋さん、まあ、2つ論理が並行、まあ、並走してるんですよ、高橋さん的にはこれは1個にしたいんですか、それとも並走したいんですか。僕の中でそのホストはこうだっていうものをもっと、ちゃんと見てほしい、まあちゃんと見られるためにもっともっとあり方変えていかなあかんっていうのもあるんですけども、その、イメージを変える一環として、あホストがじゃあどうやってまあなんていうんですかね、成長していくというか人としての部分で、それで僕がやってきたことを、まあ、今ちょっと講師としてお話しさせてもらう場所があったりとかするんですけど、いろんな子育てに悩む親御さんやったり、上司として部下教育に悩んでる人が、あそうやってするんですねと、まあ、この手法を覚えるんじゃなく教育者としての在り方っていうのを知っていってもらいたいと、でホストの中でもこういう人がおるんですね、これはイメージアップにもつながるし、でさらにはそういった悩める人らが質疑応答の中で解決していったと、ほんならイメージも変わるでしょうし、であホストってそんなに悪いやつらの集まりじゃないと、でさらにはもっと言ったらどないもならんかったと、家庭の中でも学校教育の中でも、ちょっともうホスト行って男磨いてきなさいみたいな業界にしたいなと、実際なれるやつがたくさんいるんで、ロサンゼルスでさ、俺一回昔ね、はい、その話した人でロサンゼルスでその彫り師やってる、はい、もうね指の先まで入れ墨入ってもうすごいす、ね、いるやろそういう人、はい、もうさ耳の後ろからもう全部その皮膚には全部入ってるみたいな人がいたわけよ、はいはい、でその人があの酒飲みながらね普通に俺に言ったのは、はい、僕こんな風貌じゃないですかって、はい、あ私こんな風貌なんですよ、私ってこと、自分のこと私って男性なんだけど、男性なんだけど私こんな風貌なんですよ、でこんな風貌でこうやって入れ墨をやってるやつは悪いやつだとみんな思われちゃうんです、はい、だからそのそう思われないために私は自分のことを私と呼んで、あの敬語で皆さんには喋るようにあえてしてます、すごいのがたいもいいし、はい、絶対みんな普通はねなんか喧嘩おらないだろうなって、はい、みんな怖くて近寄らないだろうなっていうような人なんだけど、そうやってあのいや私はこう思ってますって穏やかにどんな状況になっても笑顔で話してる人がいる、で俺はさそこにさ彼なりのその自分がそういうふうにありたいっていうあり方っていうか、はい、自分の中のその掟みたいなのをきちんと決めてるっていうのをすごく魅力的に感じて、だからなんかこうお前の中でも、まあ、自分の生き方に関して10か条ぐらいきちっと作って、あり方高橋という人間がどういう人間であるか、どうするべきなのか、どうするのかで、この人すごくいい人だなって、この人何してる人なの、え、ホストみたいな、なんかね、ホストとかこうああだこうだっていうよりも、この人すごくあの親しみやすくこんな魅力ある人何なんだろうって思ったら、あ、この人ホストやってんだみたいな、
てホストやってるんですかって聞かれた時に、いやホストっていうか、まあ世直し産業ですみたいなことを言うみたいな、ね、あいいっすね。なんかさ、そこのフィードバックっていうかな、そこに行き着くみたいなさ、うん、それの方がだからお前が本当はそのホストのお前がじゃなくて有川隆がどういう生き様をしてどういう生き方をしてて、うん、で何を言ってそれが人の心を響く、で実際何してるしたんですかって、うん、多分それを僕はもう今現役のホストでみたいなことをもう書かないと、あえて、うん、あいつホストだったらしいよ、ちょっと目からうろこですねなんかそんなもんのような気がするんだよね。だからあり方をね、こう俺もそうなんだけど、うん、やっぱこう突き詰めていくと重要だよね。